はいどうも皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日もハーピーデッキ、最強のハーピーデッキご紹介していきましょう。ツイッターのね、フォローさせていただいている方に、あの BG さくらさんという方がいらっしゃるんですけども、結構強い方なんですけども、 BG さくらさんが、ツイッターで投下されてた、デッキレシピ、使っていいですかって言ったら心よくいいですよって言ってくれたんで、ご紹介していきたいなというふうに思っております。めちゃくちゃ強いっすね。何が強いかっていうと、このね、スワローズレストがめちゃくちゃ強いです。スワローズレスト、これどういう効果かっていうと、自分のフィールドの表側表示の超重毒モンスター1体をリリースして、リリースしたモンスターと同じレベルの超重毒モンスター1体をデッキから特殊召喚できるよと。なのでですね、チャベラーとか、ハーピーストとか、パピーマーとか、この、ワンって全部レベル4の超重毒なんですよ。なんでこいつらをとりあえず全部変身できますと、好きなやつに。例えばチャネラー召喚してチャネラーに隕石打たれましたっていう時は、チャネラーにスワローズネスト打ってもう一回チャネラー出すとかね。あとハーピーレディ1召喚して、でスワローズネストでチャネラーにするとか、1召喚してスワローズネストして、パフィーマンにするとか、結構いろんな動きができるんですよ。で今回レベル上昇っていうスキルにしていて、これがねすごいんだけど、革命的なあのムーブなんだけど、チャネラーってあのデッキからあのハーピーモンスター特殊召喚できると思うんですけども、ハーピーチャネラーをレベルを上昇させてレベル8とかにしとくんですよ。チャネラー、例えばチャネラーとじゃあハーピーストがありましたという感じ、そしたらチャネラー召喚してチャネラーをレベル上昇してハーピーストのレベル分上げて8にしとくと。でチャネラーの効果で見せた、まあ、ハーピーストとか切ってデッキからパフューマーを持ってくる。そうするとパフューマーって自分のフィールドにレベル5以上のハーピーモンスターが存在する状態で、こいつ特殊召喚に成功すると、あのハーピーカードに2枚加えられるんですよ。なんでこれとこれ加えられるんですね。チャネラー、レベル上昇、パフューマー特殊召喚で、これとこれがサーチです。これやばいですね、やってることで。シンクロ召喚してあのハーピーレディスクラッチクラッシュを出すと、墓地にハーピーモンスターがすでに3体溜まってますんで、このハーピーの羽休みを使うと。で自分の墓地のハーピーレディ、ハーピーレディ3枚の中から合計3枚をデッキの墓地シャッフルして1ドロー。ただし自分のフィールドにレベル5以上のハーピーモンスターがいれば2ドローになると。これね、シンクロ召喚してるスクラッチクラッシュがいるんで2ドローになるんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、レベル上昇とチャネラーによって2枚サーチプラス2ドローが入るんですよ。やってること異次元すぎません？これまあ動き方をね見ていただければいいと思うんですけども、やってることはマジでえげつないんですよね。この攻撃はえげつないぞって、ほんとやばいことが起きるので、ちょっとぜひね動き方を見ていただければなというふうに思ってます。でね、おしゃれポイントとしてはこのダークネスシムルですね。レベル8にしてスワローズネスを打って、これをデッキから特殊召喚すると、まあ、自己要因になってしまうので、ちょっとですね、まあ、このモンスター採用するかどうかっていうのは結構難しいところではあるんだけども、上振れるとすげえ強いのでね。でこいつあのフィールドの風属性超中毒をリリースすると、マホトラップカードを1回無効にできるんでね、これ結構強いんですよ。なんでこいつを入れているということですね。レベル上昇とも相性がいいっていう感じ。あとは汎用のね、狡猾とか、マホトラップですね。まあちょっとどうしようね、青眼とかめっちゃ多くて、トラップカードめっちゃ強かったんで、まあ、とりあえずコズミックサイクロン入れました。はい、まあ、この辺は何でもいいです。この辺の汎用札はお好みでって感じですね。早速、レベル上昇スワローズネスト型ハーピーデッキ回していきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、人手間ね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。はい、最強ムーブいきます。ハーピーチャネラーを召喚、そして間違えた、レベルを上昇。さあハーピーチャネラーのレベルを4つ上げて8にしていく。そしてハーピーチャネラーの効果とハーピー D1 を切って、デッキからハーピーパフューマーを特殊召喚。ハーピーパフューマーが特殊召喚に成功した場合、ハーピーレディ3姉妹系のカードを加えるが、レベルが5以上のハーピーがいる場合2枚サーチできる。やばすぎ、やばすぎる。そして満喫を兼ねる分身を発動、ハーピーレディ1を特殊召喚、そしてハーピーレディ1にハーピーパフューマーをチューニング、リミッター解放レベル8、シンクロ召喚。ハーピーレディスクラッチクラッシュをシンクロ召喚、そしてハーピーの羽休めを発動、墓地のハーピーモンスターをデッキに戻して
2枚カードをドロー強すぎるだろ、ふざけんなマジで、強すぎるだろ、これめちゃくちゃ強いな、やってることやばすぎるだろ、これカップオブエース2回打ってるみたいなもんですよね、これね。カード枚数6枚になってるんだが、おかしいんだがこれ、カードセットいいだろう。さあランダーデッキは何オズミックサイクロンいいだろう。あーまあ硬化さ打たないよね、どう考えても。暗闇を吸い込むマジックミラーなんで闇属性しか止まんない。マグネットフィールド、あーあんまり止まんないけど、なるほどですね、止まりはしませんねこれね。はい、磁石ですね、了解でございます。これはもうなんか殴ってきてからでいいんじゃないでしょうかね。殴ってきてから、殴ってくるときにクライミング用水庫マジックミラーをなんか発動して、でなんか戻してあげると。さあどうするんでしょうか、どっちに殴ってくるんでしょうか。そっち、了解です。バトルステップ、クライミング用水庫マジックミラーを発動、それに遅延しハーピレディスクラッチクラッシュの効果、相手のモンスターをパウントしていく。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。ドロシャネラ来た、パスパスウーマー召喚してもう一枚持ってきてっていう感じですかね。エネアード、何の反応もねえから、エネアードであれか、あの削りというか、ここ、こうして、そうやね、こうしてエネアードで殴りで、チャネラいらねえからチャネラ切ろで、エネアード効果ゾン、これはチャネラ切ってチャネラで相手のバック破壊したらもう勝ちですね。チャネラ、あ、チャネラでっていうか、まあ、チャネラーをコストにして、はい、お疲れ様です。めっちゃ強いなこの動き、カード枚数6枚だってやばくない先行で。さあお相手の方、ブルーアイズ来た、アイズブルー、うわーこれね、そうダークレッシュムルが結構初手来ちゃうんでね、それがちょっとねって感じですね。ダークレッシュムルがアドバンス召喚に成功しないと特殊召喚できないんですよ。この時アドバンス召喚はほぼしないんで、手札に引いちゃった、これはねちょっときついですけど、まあとりあえず聖眼はコズミキサイクロン黙ってもらおう。そのインガセザンはどうせインガセザンで、チャネラー召喚、これも勝ちです。コズミックサイクロンは優秀で、レベル上昇発動、ハーピーレディを、8にして、で、チャネラー効果、パフューマー切ってパフューマーを特殊召喚で、パフューマー特殊召喚成功時効果発動で、皆さん何をサーチしてくるんですか。そうです、万華鏡と羽休め、強すぎる、2枚サーチやってることやばいだろ。で、万華鏡彼らの武将発動、さあ敵からハーブレディ1を特殊召喚、あで羽休めは風属性モンスターしか出せなくなるんで、そこ注意してください。発動するとなんで、あのダークネスシムーブとか出せなくなるんですよ敵から、これだけ注意で、羽休めを発動で、で墓地のカードを3枚戻しながら2ドローしながら、2ドローしながら相手のモンスターをバウンス、やばすぎる、やってることやばいわ、パワーが違う、ポテンシャルが違えわこのデッキ。さあお相手の方、カイト君ね、了解、プデュエルモードフォートンチェンジ、チャネラー召喚、カリバを自爆、カリバ自爆しなきゃいけないのに言いたいよね。チャネラー効果、ハーピストステで、まあでも動き方は強いですね。でパフィーマーを特殊召喚、でパフィーマー効果発動で、羽休め持ってくればいいか、羽休め持ってきて、ライトニングボルテックスあの強いな、返しのターン結構強いですね。でここでトラップカードかなんか引けると熱い、羽休めで頼む、羽休めの効果発動、さあカードを3枚デッキに戻して、レベル5以上のハーピーがいるんで2枚ドローが確定している。うおーだー、モンスターしか来ねえ、モンスターしか来ねえの草で、万華鏡カルナル武神の効果によってデッキからハーピーレディを特殊召喚、まあ、こうしといて、エンドですかね。さあちょっと若干弱かった、まあ、2ドローのカード弱すぎたけど、
しょうがない。あうわちょっと戻すしかないか。ハッピーレディ戻すか。ハッピーレディ戻しよっか。ハッピーレディ戻しよこう。ライトニングボルテックスやめてくださいよ。僕がリップクロスだ。レベル上昇。あやばい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 。それやっぱこのスキルおかしいって。このスキルおかしいよ。